え、誰が運転してんだ。え、え、乗ってく。今日はアッチ牧場に行きます。いや、施設名称を選択すれば周辺の地図を、はい、いや絶対間違いは来るじゃん。どうしたい今。今シフトノブ探したよね。探したね。探してたね今。探しましたね。はい、どうも。皆さんこんにちは、チャンネル隊長の隊長です。嫁です。というわけでね、あの前回の動画ご覧いただけましたでしょうか。嫁の運転で愛知牧場まで来ました。やってきました。はい、それじゃあ行きましょう。行こう。すごいね、乗馬会員専用駐車場って。乗馬クラブやば。ここ入場料ないもん。あ、無料なのここ。そうだよ。で、土日宿は駐車場代が500円だったかな、うん、そっか。そう、平日は駐車場代もかかんなくて、うん、入場料もかかんないから、うん、しっかりみんなのご飯でお金を落として帰らなきゃいけない。なるほど。あ、座ってく。うん、いや、というわけでね、愛知牧場来ましたけども、はい、ここで撮るの。いや、なんかわな、すげえのどかだわね。なんか風も今日ね、あんま冷たくなくて、うん、珍しく天気もすごく良くてね。そうだね。うん、珍しく珍しく、うん、この1週間外出てなかったから。久しぶりの日光だ。うん、てる時こそ日光浴びなきゃダメだよ。うん、はい、はい、じゃあ行きます。でかっ。でかい。え、めっちゃでかいな。おばさんご飯あげる？人間のご飯先に食べる。そうなの、人間のご飯先食べよう。はい、というわけで人間のご飯を先に食べに行きます。牛スポット。牛スポット。牛スポットあります。どんだけ牛推し。いや、牧場だもん。ルルルルルルルお、バッチリ取れましたんで。絶対変な取り方したね。今日はね、コロナだからね、うん、あのバター作ったり乳搾りしたりとかの体験はできないんだよね。あ、そうなんですよ。めっちゃ調べてきたね、うん、ちょっとあなた、あそこになんかゲームあるよ。え、ほら、ドキドキワクワク掴み取ろう。え、めっちゃ可愛いやんこれ。え、可愛い。え、めちゃめちゃ可愛い。え、ちょっとワンちゃんこのために。でも移動がない、移動制限多分こっちまで来ないから。ちょっとやってみます。どれがいい。牛さん、白い子がいいな。じゃあ行くわ。ほらほら、もう取ったわ。ゴミ、クソ、やる。ゴムに引っ掛けたいよね。ゴムいけるこれ。ちょっとね、いけますか。ついてもやか、あそこら辺か。ここじゃない、ここじゃない。よし、いける。うわ、弱い。うわ、弱かった。そうよね、まあでもやっぱここはね、男がね、かっこよくね、バッチリ決めたいところですよ。いや、ゴムに引っ掛けるのが上手だったよ、私。いや、弱かったね。プロだわこれで。一回いくか。首根っこ。あ、あ、やった、やった。取れた。すごい。すごい。あげたくないけどあげるよ。あげたくないけどって。やったー、かわいい。もう激しい。めっちゃ牧場楽しみにしてる子みたいな。牛持ってさ。カバンに入れとこう、カバンに。ケバブサンドとかある。うわ、いいな、いいな、いいな。ずっと私、牛の生殺与奪を握ってんだけど。引きずれたの。ベコ、ベコ引きずって連れて。ベコ連れて歩いとる。めっちゃいい匂いね。はい、ロングポテトでーす。あら、はい、来ました、ケバブサンドです。すごいボリューミー。すごいねこれ。大丈夫かな、私食べれる。食べれる。じゃあ、いただきます。お腹は満たされましたか。満たされました。いや、結構ケバブサンドがガジって書いてびっくりした、ね、めっちゃボリューミーだった。すっげえボリュームあったね。2人で1個でもよかったかも。全然いけたね。
あ、これが噂の僕の骨を治してくれるかもしれない牛乳。そう、これ帰れるかって帰ろうと思って。うわ、うまそう。いや、僕あのプリンが気になるんですけど、柔らか杏仁カスタード、杏仁とカスタード、杏仁豆腐とカスタードプリンってことか。そういうことだと思う。ソーセージ丸めたのじゃん。うわいいな、食べたいな。生キャラメルとか、そのミルクジャム。タームレに行こう。タームレ行きますか。馬いるよ。あっちもこっちも。どこの馬から攻める。どこの馬から攻めようかな。ご飯あげたい。かわいい。なんでこの子すごい旅行、こういう動きなの。こういう動きする。本当やな。スコップに人参を乗せるのかな。あ、すごい。大丈夫、上手、取れた？食べた？食べた、食べた、食べた。美味しい、美味しい。かわいい。あ、泣いてる、泣いてる。もっとくださいよ。もうつらつら言ってる。そうかな。お腹空いたの。ほら、ほら。あ、届いた。あ、すごい。落ちた。落ちたよ。くれくれ言った。もう一本あげよう。次、おっといてあげようか。あ、なるほど。天才。落ちるね。私の30円が私の30円も落としてたから、お前に60円かけてんだぞ。競馬じゃないんだから。ほら、ちゃんと上手に食べるんだよ。お、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 食べる？あ、食べた。お、食べる？食べれた、頑張れ、頑張れ。すごい肌ね。すごいね。お、お、お、食べづらかったかな。お、よし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 、よかったよかった、よかった。チャンネル隊長、だいたい毎日夜8時から公開、みんな見てくれよな。あ、こっち、あ、こっちはポニーか。ポニーちゃんか。かわいい。かわいい、結構大きいんだね。5、もう6本。かけるぜ。かけるぜって、ね、競馬じゃないから。200円かけるぜ。競馬ちゃうからね。200円かけるぜ。6本。はい。6本やね。はい。うわー、もうおるね。この子から。あ、なんかちょっとロバっていうか、なんか普通に馬っぽい。めっちゃバリバリ ASMR じゃん。ねえ。キュッとあげちゃう。めっちゃバリバリ言うね。すごいね、なんか。すごいね。たくあん食ってるみたいな音するね。すごい。美味しい。じゃあ。お口もちょっと違う。かわいい。よしよしよし。よしよしよし、あ、よしよしよし、撫でられたくないらしい。すっごい避けるやん。めっちゃ避けるやん、びっくりしたよ。もう、おいしいおいしい、あ、おいしいおいしい。いい音するな。クキちゃん、クキちゃん、あ、上手に顔出すね。あ、すごいすごいすごい。よし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 、あ、上手に顔出すね。おいしいおいしい、本当に同じ音する。もうないんだわ。ないんだよ。ごめんね、もうないんだわな。おいしかった。バイバイ。すっごい角度で首出してくる。こう、こっち向きなんよね。すごいね。ごめんね、もうないの。ないないなの。ほら、ないない。持ってないよ。うん。ごめんね。じゃあね。ありがとう。めっちゃ悲しそう。もっとくれの目で見てる。ごめんね。お姉さん、200円しかかけれんかったから。あ、来ました。どうする、先に奥行く？遊具？違う、お花。あ、いいよ。菜の花が多分の綺麗なんじゃないかな。あ、じゃあちょっと先にお花でも見に来ますか。
あ、すごい。これインスタ行きですか？行かないけど。行かないですか？菜の花でーす。面白いか。しゃがみが面白い。あの子キャラデザ間違えられた。あれ本当だね。めっちゃ可愛い。やば、めっちゃ足短い。だって他の子たちって、ね、あ、でも同じ、うん、あ、ちょうど目線いただきました。ありがとうございます。ガラゴさん、牛さんみたいな。本当だ。え、牛じゃん。ちょっと歩き方もなんかちょっとぎこちない。ねえ、なんか可愛い。あ、並んだ。足短。あの台に乗ってんのに高さ同じなんだよ。本当だね。あ、置いておいた。やば。めっちゃ可愛いんだけど。何何、可愛い。可愛い。台に行こう。行きますか。やばい、なんかこう同族の匂いがするやん。そういうこと。足短いと辛いよなって。はい。さっきの足短い子がいい。足短い子。あ、おるおる、足短い子。君じゃない。じゃない。人参あげていいんだよね。いいよ。あ、来た。でもすごい来るね、君が。白い方がすごい来るやん。すごい来る。いいこと考えた。ちょっとこれ持ってて。あ、ダブル。あ、刺されちゃった。大丈夫。ほら、あげれた。あー、上手。これ、こうやってあげるんかな。ヤギっていつも眠そうな目してるけど、めっちゃ活発だよね。だなぁ。ギャップがすごいね。動きとこの顔のギャップよ。多分この子がすごいグイグイ来て、いっぱいご飯もらっちゃうから、うん、足が短くなっちゃったんだよ。え、めっちゃかわいそうじゃん。もしかしたら、毛刈り後の羊ってこと？今なんかちょっとあのチーカーみたいなやつだ。チーカーやっちゃった。あ、美味しいの？かわいい。かわいい。すごい。なんか馬みたいな食べ方すると思ったらさ、パク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 ってすごい乗り上げてきた。美味しかったの。あー、食べ方めっちゃかわいい。見て。ちょ、見てて見てて、うん、口見てて口。え、ちょ、ペロ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 。はいはいはい。あ、パク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 。かわいい。かわいい。うさぎさんみたいだね。そうだね。満たれてるし。チモシー好きだし。チモシー好きだし。ほら、犬みたい。本当だ。本当だ。この子ヤギかな。ヤギだよね。ヤギ。羊じゃなかった。羊と一緒にいるから。ああ。この子もさっきみたいな食べ方するんかな。どうかな。あ、みんなパク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 なんだね。羊も、ほら、いける？モナカだけ食べちゃった。モナカだけ食べちゃった。ペレットは？ベロ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 。クジャクになろうな。あ、すごっ。なっとけなっとけ。え、待って、ウサギ近っ。普通にウサギが。気をつけてあげる。ほんと、ここウサギだらけだわ。まんまる。まんまるだな。あ、ここにもおった。ユキちゃん、勝手につけちゃった。白いウサギ飼ってると、だいたいユキちゃんの付けがつく。気づいた。あ、気づいた。プンプンってした。全部で何匹か見つける気がする。ね。違う、さっきの子ほらやっぱ勇気ってつけるんだ。ほんとだ、すごいね。さっきの子目青かったもん。すごいね。適当につけた名前がほとんど一緒っていう。ほぼ勇気ちゃん。勇気ちゃん。カフェちゃん、さっきおったのカフェちゃんかな。まあ多分カフェちゃんかもしれん。あ、ほんとだ。え、俺モナカちゃんじゃないな。カフェちゃんだ。グリいるのぐらいないのかな。ほんとだね。え、ウサギの生まれた。結構衝撃。結構衝撃だね、これ。割と衝撃だ。で、あ、こうなってですね。
つぎ足でいった。こんな変わるんだ半年で。かわいい、立派にウサギしてんじゃん。かわいい。もうお目目がだんだん小さくなって。謎ちゃん謎ちゃんあげる。あちの子と同じ音がする。本当だね。この子ちっちゃいわでにちょっと顔つきが厳しいね。ちょっとね、なんか険しい競争社会を生き抜いとんやな、ね、そんな顔してるよこのウサギは。そうだよね、そうだよね。ママが悪かった、ママって言っちゃった。うちのウサギじゃないんだこれ。もっとくれきた、もっとくれきた。あー美味しいの、美味しいの。こっち、こっち、ちっちゃい。食べよう、食べよう。とりあえずびっくりした時の動きかわいい。結構揺れる。めっちゃ一人で恥ずかしいじゃん。出荷ですか？出荷ですか？出荷ですか今日？結構ひどいこと言った。出荷される。とりあえずアイス。そうですね。やっぱここに来たらね。牧場のソフトクリームでございますよ。そうだよね。それではね、うわすごい、本当にレモン見てる。ね、めっちゃレモンの香りする。ホットレモネードでございます。そして私はソフトクリームです。いただきます。あ、すっごいレモン、美味しい。猫舌の私でもちょうどよく飲める温度で出してくれてる。すぐ飲める。製鉄買いました。やっぱこうなっちゃうやん。こうなっちゃう、なんか盗んできたみたいになっちゃう。鉄ロボやっちゃう。すごい。ちゃんと買いましたの。はい、これ1個100円で売ってます。家帰って洗って飾ります。何使う？なんか箸置き。あはい、というわけでね、はい、今日一日愛知牧場を満喫してきましたけども、はい、どうでした奥さん？超楽しかった。めちゃめちゃ楽しかったです。はい、もうソフトクリーム美味しかったしね、うん、やばかった。ホットレモネードも美味しかったしね。あー最高。ケバブサンドも美味しかったしね。美味しかった。もちもちポテトも美味しかったしね。美味しかった、うん、美味しかった話しかしてない。そうだね。あの、うん、オフたちもねすごい癒されましたね。そうですね、定期的に行きたいよね。そうですね、うん、また行きたいです。あの皆さんもぜひね愛知牧場遊びに行ってみてください。行ってください。あのもう牛乳をバッチリ買ったんでこれ直しますわ。もうでもね、何よりも帰り、うん、運転しなくていいっていうのが最高。これからよろしくお願いします。FJ クルーザーを、はい、はい、じゃあ行きましょう。ご安全に。ご安全に。バーイ。